はい、おはようございます。今日は土曜日なんですけど、ちょっと時間空いたので、基盤くず結構溜まっちゃったんですよね。基盤くずで、その基盤くずをまあ選別したり、異物とか不純物の除去したりしますか。で、朝1時で、今日はコーヒーじゃなくてフルーツミックスティー買ってきました。これめちゃくちゃうまいんですよ、これ。もうほぼ飲んじゃったけど。ジュース飲んで、タバコ吸って一服してから始めますか。よし、一服つけたので、いよいよ基盤くずやりますか。基盤くずは男のロマン、行きましょう。み、おいで。み、いい、楽しいな。急遽木切りの作業、木の伐採工事の作業入ったので、今から現場に向かいたいと思います。いや、切ってきました。枯れてる木だけだから軽いですね、軽い。これどうしましょう。薪で欲しい人いたらみんなくれちゃいましょう。一旦こうさ、下ろしちゃいますか。これ乾燥してるから一人で持ち上がります。ペガサスのロックミシン、上だけ外してオークション出品して、やっと入札入りました。たった5400円の入札ですけど、この前は14500円で売れたんですけど、これは安い。型式次第なんですよね。ロックミシンも良い型式なら1万円超えるんですけど、あんまりこの型式は過去の落札価格見ると5000円7000円くらいで収まっちゃってるので、型式次第ですね。よし、いよいよ基盤やりますか。いやー、基盤くず置き場が混沌としてます。いやー、まずは家電電源基盤コンテナ作っちゃいましょう。コンテナに入れましょう。コンテナ、お、これ家電電源ミックス基盤入れだ。これに入れちゃうか。IC 基板入れもちょっと作っちゃいます。もう未加工で出荷できる IC 基板です。これに IC 基板入れるか。こういうのですね。こういうのはもう大丈夫です。こんな感じで異物が多いな。ねえ、これ電池？違うでしょ。
こんな感じで、はい、袋も入れていきましょう。おー、いいね。あんまり良くないな。こんな感じで入れてっちゃいます。こういうのはヒートシンク外しましょう。バラシのこれも鉄枠外しましょう。この辺はいいや。この辺もいい。こういうのは楽だ。こういう IC 基板も鉄枠外してみましょうか。これ終わったら見に行くよ。異物が多いな。いっか。あれ、これ電池じゃね。この豆トランス取っちゃうか。重いから3、4、5、6個。いっか。重っ。何これ。ここ取っちゃうか。もうここら辺のアイスはいいですね。すごいな。やばいな。うわぁ、ダブル IC か。奇跡すぎる。この辺もいいな。うわぁ、両面か。うわぁ、この辺の IC 基板がいいぞ。これは家電基板か。同じようなのばっかだ。こういうのも取ってやるか。コンデンサーとかアルミ放熱板。空基板っていうか、金メッキ基板か。この辺いいですよね。この辺二段構えになってからちょっとバラしてやるが、この辺はバラし、これバラしよね。あ、電池。じわじわと底の方が見えてきた。懐かしいな。うん、うわ、脱皮ケーキ板じゃん。木くずじゃん。パイプラじゃん。うん、厳しい。あ、ダメだ。こういうプラスチックがついてる基板もバラし、今も家電基板だ。いやー、ポッティク基板出てきた。雑品、雑品。ポッティング基板。この辺みんな買う。よし。じわじわと来たぞ。うわ、ダメだ。これアルミ放熱板にくっついてる。もったいねー。アルミくっつったの。一回もう、こういうわけわかんねえのバラシのとこ入れてみましょうか。
こういうのも鉄枠ついてるから、バラシ。これもバラシ。なるほど、ある、いい、いいね、出た。この辺は、ハンガーだ、これハンガー。家電基板。おぉ、燃えちゃってる、なんだこりゃ。家電。これし、家電。じわじわと、選別してるぞ。愛し。鉄枠ついてんな。バラシ。これはいい。これ？ティッシュカード？はい、家電基板。一コンテナ出来上がりました。これ置いてきたら一服つけましょう。3時のおやつはなんと、牛肉です。レモンと塩コショウたっぷりつけて。うまっ。はい、一服つけたので、第二次基板の選別作業いきますか。よし、やべ、 CPU 出てきた。厳しいな。これはもう電源基板ですね。IC 乗っかってるけど、もう全然、めちゃくちゃ重い。厳しいと思う。この辺も厳しいかな。あ、この辺ギリいけるか。よくわからんけど。ある程度、選別は、これもこの辺外せば IC で取んねえかな。やってらんねえか。やってみるか。こういうのは異物取るか。選別は適当でいいですから。そんな完璧にやる必要はないです。大体でいいです。大体で。じわじわ来てる。じわじわ来てる。こういうのは IC基板。あ、ラジエーター出てきた。こういうのはもうバラシですね。雑品バラシでいいか。うわ、これは、あれ、 IC ついてるな。このこれもちょっとバラすか。うん、これも IC ついてますよね。長方形、正方形。これ取った方がいいって言われてる。これ多分トランスですね、トランス。これも異物除去
厳しいな、IC 乗っかってないもんな、ほとんど。まあ、バラシか。これも、IC 乗っかってるけど、異物が多いから、これもバラシ。この辺は電源基板。重い。これも異物ついちゃってるな。この辺はもう普通に IC でいけると思う、これも異物が多いな。これはこのままでいいやもんね。この辺はどう超えるとこか、バラシの方に置いて、家電基板、この辺みんな家電基板でね。おお、IC だけど鉄枠ついてる、バックパネル、バラシ、これもすごいね。ああ、バックパネルついちゃってね。これもバラシ、これも鉄枠つい、鉄がついちゃってるからバラシ。うん、何にもついてない、いいか、雑基板だよ。これは家電基板、この辺も家電基板。ああ、これ異物がついてんのか。異物取ればギリ IC でいけるな。これもIC、 ああ結構ついてるか、 IC 基板でいける。これもいける。これバックパネルがついちゃってるな、バラシ。これも異物が多いな、放熱板とかコンデンサとか、バラシ。これはこのまま出しちゃいますか、まあ、ダメだ、放熱板とか取りますか。一応バラシ多いな、この辺は大丈夫だ、 IC、 この辺は、あ、これアルミ放熱板だ、これも風、これもバックパネルがついてる、バラシ、雑基板、アルミ放熱板、よし。IC 基板満杯になりました。よーし、一服つけますか。これ畑にウドウが生えてるから、これ今取って、もう遅いですけどね、ウドウ天ぷらして食いましょう。ほらこんな感じでウドウ。なおちゃん、これタラボって言うんだよ、タラの芽。取れねえや、高くて、高すぎて届かねえや。気をつけて。ここにもウド生えてんだ、まだ柔らかいが食えると思うけど、ウドって生命力が半端じゃない、どこでも生えちゃいます。よし、こんなもんか。こっちにも入って、こっちはちょっと食べれそうなとこないな。この辺いけそうだな。こっちはタラメの、タラの芽地獄で誰も取んないから、腹の目地獄。ああ、硬いか。いや、ダメだ、硬くなっちゃったな。何十本って生えてんですけど、わんさかなっちゃってんな。もう硬くて食えないな、多分。やめとこう。
こういう茶色い基板はこれ IC 基板ですね。この辺もライザーカード、間違いだ。はい、これも出すと多すぎ。これもバラシ、これもバラシ、これもバラシ、これ風、うん、ギリ大使、これもバラシ、これもバラシ、これ家電、これ茶色いのは大抵家電、これバラシ、これバラシ、これ愛し、この辺はバラシ、愛し、ザピ、これは風、電源、あーアルミが重すぎる、プラスか、これゴミ、これゴミ、これバラシ、風、バラシ、この茶色の風の先一個決めて終わりしましょう。もういい加減に、この辺かね、これかね、やっぱ緑の IC の率高いですよね。ここに IC ですよね。オール緑でもこうなんか IC があんま、貴金属が茶色いのは風、ね、茶色いですよね。カレンカレン、バラシが多いな。こう緑の基板も茶色い。ペットボトルはここアルミかな、そっち、これだってペットボトル、カレン、キャップは雑品、愛心のかってけども茶色いのはボッティング基板って全然ダメ。いて、バラシ、ハネ、ザ、ハネ、これ IC、ハネ、鉄付き、鉄付き IC、ハネ、これは電源、プラス。このままですね。カレン、カレン、 IC ついてる、カレン、あー金メッキ、わからん、カレン、わからん、カレン、家電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 、雑、IC、家電、ハイプラ、
加減、土台がプラスチックだからバラシ、電源、よし、一つ作った。よし、踏みつけるか。この家電電源ミックス基板置いてきたら終わりにします。よし、置いていきましょう。 おかずになるね。そうだね、一品おかずになる。あれってウドだったんだ、知らなかった、うん、なんかやたら大きい葉っぱだなと思って。あれ無限に育つから、おやばいね。やっぱ旬すぎてる山菜はあんまりイマイチでしてたのにさ。やっぱ山菜は旬がないんだ。うん、なってるけど。だから一瞬だけパンチつけて道を覚えてまた進む。やめてほんまに苦い。大きいカリカリ。やめときな。基板くずは。おおむね2種類に分ければいいと思う。まあ細かく言えば、まあ緑色、茶色いやつみんな基板で一括りにすると、まず茶色い家電基板、あと緑色の重い基板、電源基板、もう乗っかってる部品が放熱板とかトランスとかコンデンサとか、そう IC とかが見受けられない基板、緑色の重い電源基板。俺は分けないで家電電源ミックス基板に仕上げちゃってるんですよね。もうだから基板買ってる業者は分けてる業者もありますよね。家電基板と電源基板で。俺はもうミックスで、あと次が貴金属の、貴金属やレアメタルの回収が見込める基板。まあ代表格は長方形とか正方形の IC が複数個実装されている緑色の基板ですよね。真っ平らに近い軽い基板。IC が見受けられる基板。あと他にも雑基板みたいなのごちゃごちゃしてて、うん。難しいな、説明が。あと差し込む、ライザーカードみたいなの差し込み口もあるのも、あれも、まあ、単価出てんのもあるし、ハードディスク基板はハードディスク基板にして出した方がいいし、メモリはメモリで出した方がいいし、まあいろいろあるんですけど、拡張カードはもう、ライザーカードも IC 基板で一括りでもう、拾ってんのは、メモリとハードディスク基板ぐらいかな、拾ってるのは。あとはみんな一括りで IC 基板くずって言っちゃってんですけど、俺。そんな感じで分けて、まあ家電電源ミックス基板は100円ちょいぐらいでした、この前は。で IC 基板はそのぶどまりによって、ぶどまりが低いやつが多い時はそれなりの金額だけど、いい基板も混ざってれば、そういうの査定対象になるので、まあ、平均すると結構金額でかいですよ、IC 基板は。一コンテナ、いくらって、結構重量。けど、売り先がない
もちろんマザーボードも IC 基板ですね。マザーボードも。ノートパソコン、デスクトップパソコンのマザーボードも IC 基板、クズの一くくりに入れちゃってるんですけど。マザーボードは最近あんま良くないね。古いやつは良いんだけど、もうないでしょ、古いやつは。むしろ。キロ数百円のしかないですよね。もうほんと、ものによっては、500円いかないやつもあると思います。ものによっては。あ、マザーボード。デスクトップの。うん。だから、買うときは、マザーボードはちょっと結構、ほとんど、あんまり、最近のマザーボードは、良くないな。うん。で、集めても、売り先がないっていう人いると思うんですけど、そう、うん、近所のスクラップ屋さんに持ってきても、わけわからんって。二足三文の単価で買わされて終わりっていう場合は、どこの業者とは言えないんですけど、宅急便で送って買い取りしてくれる業者も何社かありますよね、ネット上で。うん。だから、そういうところに送るのもありなんじゃないですかね。その代わり、140サイズの箱では持っちゃがんねえか。うちさ、佐賀急便120サイズも140サイズ扱うの、140サイズの箱に入れて発送するとたまに141度がになっちゃって、160サイズ度が、に見られちゃう時もあるけど。まあ、なんだろうね。まあ、数百円の差かな。送料。なるべく多く、一回ね、運んだ方が、安く、送料安くなるけど、なかなかたまんないですよね、IC 基板って。うん。ほんとたまんないですよね。20キロ貯めるのは相当大変ですよ。だって、デスクトップのマザーボードってあれ1枚 0.5 キロぐらいしかないから、10台ばらせば5キロ、やっと5キロ。20台ばらせば10キロ。うん。ノートパソコンなんて言ったらもう 0.2 キロぐらいしかないんじゃないですかね。マザーボード。0.2 キロ。だからといって雑品で処分するのはもったいない。基板。うん。ということで、男のロマンです。都市鉱山は。俺はもう、いっぱい貯めて、もう、フレコンに、出荷するときフレコンに入れて、回収に来てもらってんですけど、フレコン2つぐらい。ということで、以上。